スーパーマリオ RPG をやっていこうと思います。はい。どちらのモードで始めますか？まあ、ノーマルだね。やっぱり。エンジョイにかまけるようなミコじゃないってわけ。え？わーか、めちゃくちゃ画質がよ。わ、ピーチー。やっぱり RPG でもさらわれるんだ。もう自ら連れ去れに行ってるのではないかってレベルですからね。あ、マリオ。あ、いつもの展開。これクッパ城？あー、マリオー。あ、早っ。すぐ近所やん。飛ばないでも来れたレベルですよ、これ。これは、え、なに、当たっ、あ、あ、こういう感じなんだ。え、待って待って、じゃあ、攻撃でしょ、とりあえず。ワンパンチ。え、マニアパンチで殴ったよ。あんなに複雑なクッパ城がこんなにも簡単に、え、あ、上にいる。ひどい。そんな扱いするか。おいクッパ、おめえ何してんねん。あれ、クッパに気をつけて。マリオ、あ、しゃべった。ガハハ、今日こそケチャコつけてやる。スペシャルやればいいんでしょ。あ、来たー。う、なんだこの音は。頼む、離さないでく。そんなにジャンプしたらダメやろ。あーねー、マリオ、貴様も道ずるんだー。え、やばい。マリオ頑張ってー。なんでファイトよ、ファイトよ。マリオハートついてる。とどめが。え、待って、やばい。あー、そんなに高かったか、そんなに高かったか、その天井は。もう勘弁ならん、覚悟しろ、マリオー。ふんぎゃー。かわいそう。お、お、すごい。そうはならんやろ。もっと下がってただろ。マリオの家。あ、キノコ。ピノキオ、ピノキオ。なんだこの複雑な場所は。あ、ピーチヘルの部屋。まだ姫が帰ってきませんの。大臣が非常に心配しています。もちろん私も。ピーチ姫のベッド、これが。ボーイ、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 ボーイ。ピーチ姫の丸、何これ？ピーチ姫のピーを見つけた。何をしてるの？わあ！代わりにこれをあげるから元通りにしておきなさい。キノコをもらった。今の何？何？あんまり人の部屋をほじくり返すものではありませんよ。ピーって、エッチなもの？エッチなもの？これ、ニンテンドーさん。ニンテンドーがなんかちょっと遊んでるな。え、これニンテンドーですよね。クエアだよ。共同開発だよ。そうなんだ。だからこんな RPG。 あ、待てー。あ、出た、こいつ。こいつめっちゃなんか見た目気になると思ってたやつだ。待てー、かわいいこいつ。あれ、ジャンプ力な。もうダメだ、おじいちゃんにもらったコインが盗まれちゃった。あ、どうしよう。ダメだ、泣いちゃダメだ。男は辛い時こそ泣いちゃダメなんだ。でも、ああ、ダメだー。大丈夫ー。なんで田舎者なの。どうかお願いです。泥棒ワニを一緒捕まえてください。お願いです。やだ。マリオさんって冷たいですね。ごめん。
もう流水ないとクイーン型に戻せないのに。ひどいよマリオさん、ひどいよって。違う、いじってみただけなの。もうどんな風になる、どんな風になるのかなって思っただけなの。ごめんね、ごめんね。面白い。なんかマリオ RPG がさ、いかにさ神ゲー神ゲーって親しまれてるのか分かってる、なんか分かってきた気がするわ。遊び心がすげえんだ。なんか以前のマリオ、普通のマリオにはない、なんかちょっと結構ふざけた要素が多いからね。え、おもろいよね。作り込みが楽しそうに作ったんやろなってのがすごい分かる気がする。え、どこ跳ねてればいつか当たるさ。早くー、どこなのー。あったー、はずれ。ふざけんじゃねー。一回で止まってみて。あ、ほんと止まってみようか。じゃあお金なんてとんでもございません。トイドと遊んでいただいたのに。じゃあ、様子もしてもらっておうかな。リンクいるよ、みんな。みんなリンクいるじゃん。ちょっと、えこれ、え、耳長いよ。リンク送信してるよ。テロリ、ノリノリはこっちのセリフなんですけど。エバラのごまだれじゃないね、みんな。やめな。え？困りますやん、それは言っていただかないと。